新型コロナで困っている人を助けるためにあるのにほとんど使われていない助成金が問題になっています。県内を取材すると何十倍もの申請書類が必要な事態が見えてきました。静岡市駿河区のこちらの串焼き店は営業自粛の要請を受けて2週間休業しました。今何かお写真を撮られてるんですけど、静岡市 の助成金の申請する今日からウェブで申請ができるようになったんで、その書類を今揃えて申請するところです。静岡市は休業要請に応じた店に一律50万円の協力金を支給することになっていて、今日からインターネットでの申請が始まったのです。静岡市の協力金の申請はこれで終わりました。自分の場合は家賃がそんなほど高くないんで、だいたい1ヶ月に何もしなくても15万円出てしまいます。岩崎さんは売上が前年に対し半分以上減った事業者に支給される国の持続化給付金も申請していて、150万円の補助を受け取る予定です。まあ、自分は一人なんでね、約半年近くはなんとかこのお店を続けていくってことはできると思うんですけど、人を雇っている方っていうのはすごく大変だと思います。従業員を雇っている事業者は雇用を継続するための雇用調整助成金を申し込むことができます。しかしこの申請が非常に難しいと言われています。うちが30人ぐらいの規模だとすると、100枚ぐらい出さなくてはいけない。結構作る側としてはすごくこう量が多くて大変になってます、はい、ネックは複雑な書類の多さ。この店では現在社労士と相談し、従業員一人一人の労働時間などを専門用語で書かれた書式をまとめる作業をしています。さらにこれ助成金自体がすごく、仕組み上もちろんそうなんですけど、先々に入ってくるものになるので、一番はやっぱり資金繰りの心配が大きいというところがありますね。自粛の影響で客足が遠のく中、助成金が届くまでは自分たちの資金で従業員の給料の支払いなどを賄う必要があります。静岡労働局が今週開設した雇用調整助成金センターです。1日400件ほどの相談があるということです。助成金の相談は県内各地で相次いでいて、問い合わせが先月だけで1万6000件以上に。職員が休む暇なく対応しています。今回につきましては飲食、箱売り店等々ですね、中小小規模事業所の方も多くがかなりの支給申請に至るのではないかと予測をしております。雇用調整助成金をめぐって広がる混乱。ただ専門家は別の視点から課題を指摘します。コロナ特例をつけたからこのようなややこしい仕組みになってしまったんですか？いやいや、逆でして、そもそも雇用調整助成金っていうのは書類が多いんです。で多いところを今度コロナ特例でかなり減らしてもらってるんですよ。雇用調整助成金の申請は従業員の労働を確実に管理していることなどが前提で、今回の助成金の相談を聞いていると基本的な書類が揃っていないケースが散見されるといいます。タイムカードでしっかり労働時間把握してくださいねみたいな当たり前の労務管理をこれから当たり前にできてなかったところをね、しっかりこれからはしていこうっていう契機にしていただきたい。